第1回 K-POP 王、イエーイ。はい、ということで始まりました第1回 K-POP 王。本当に東大王みたい。はい、ということで今回やります K-POP 王というのはですね、私自称 K-POP 王のマーキュリーがこの問題なら答えられるっていうような K-POP 通ならわかるであろう問題をクイズ形式で答えていくというような企画でございます。で、今回はもう私たち世代ならもう知ってるであろうクイズミリオネア風に今回特別アイテムっていうのをねご用意しました。まあそれも K-POP 王って言ってるぐらいですからね、それっぽい名前でチング、バニャク、タテク、こちら3つをですねアイテムとしてそのクイズ内で分かんなかったら使えるよっていうね、テレフォンとか50/50みたいな感じよ。今回のこのアイテムっていうのはね、しめじを使ってやっていきたいと思うんですけど、まずチング、チングはね友達って意味ですね。このチングはですね、友達にもう分かんなかったら聞けるっていうようなアイテム、もうテレフォンと一緒。そしてボニョク、もうボニョクっていうのは翻訳っていう意味で、そのしめじの中にリアルタイム翻訳機能っていうのがあるんですよ。なんでそれを使って翻訳できるっていうようなアイテムでございます。そしてサテク、4択っていう意味、まあ、こちらサテクっていうのはスタンプ長変換っていうもので作ったスタンプを4つその中から選ぶっていうようなアイテムでございます。でね、今回は問題を5問用意いたしました。その5問用意したのはうちのスタッフくんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあね、結構難しい問題作ってきたって言ってたんで、ちょっと楽しみというかちょっと不安だなっていうところもあるんですけど、僕には3つのこのアイテムがあるからけんちゃまよー。ということで今回5問中ですね2問間違いましたら罰ゲームがあるということで用意してます。用意してると。ブラックポップミョンを、はい、3袋5分で食べきる。5分で食べきる無理です。ブラックポックンミョン俺1個で15分ぐらいかかるのにさ、まあそれが罰ゲームだよね。はい、もう早速いきましょう。はい、第1問。はい、 JYP といえば、はいはい、パクジニョンが設立者だが YG は、はい、誰が設立者でしょうか。 YG でしょ。 YG はヤンヒョンソク。あ、でも待って、 YG でしょ。ヤンヒョン、え、 YH じゃん待ってヤンヒョンソクじゃないの。 YG の G って何。ジドラゴン。え、でもヤンヒョンソクしか出てこないんだけど俺の中で。俺を信じていいよね。俺を信じるぞ。ヤンヒョンソクで。ファイナルアンサー。そこもちゃんとするんだファイナルアンサー。正解。よっしゃ、ヤンヒョンソクで合ってんだ。ええー、YG そうなんだよね。じゃあ次もうどんどん行こう。第2問。はい、手本企画といえば。手本企画、現在の何。待って手本企画を知らんのに現在の何って何。謎なんだけど、問題が謎なんだけど、俺からしたら手本企画。ちょっと待って、もうダメなんだけど俺。これアイテムじゃん。これアイテムだよ。ということでチング使います。本当にチングで大丈夫ですか。本当にチングで大丈夫ですかって質問めっちゃおもろくない。本当に友達でいいですかって。チングです。わかりました、使ってください。はい、チング。はい、ということで今回はですね、韓国に住んでる友達にチングを使いたいと思います。はい、普通にあのさーで、ここのマークあるじゃん、この似顔絵みたいな、こういうところでほら、こう今まで俺が使ってきたやつとかねあるんですよ。笑いとか激しい可愛いで、こういろんなのあんの。いいやつだ、そういうこういうやつだ。もう簡単でね、これめちゃめちゃ簡単じゃん。あー、焦り。あー、既読ついた、既読ついた、既読ついた。どうした、手本企画って知ってる。ド直球に。あ、確か JYP のことじゃん。 JYP? え、 JYP なの。本当？多分ね、信じるよ。信じていいですね。手本企画 JYP です。ファイナルアンサーファイナルアンサー。怖っ。ちょっと待って、 JYP でしょ。俺1問までミスできるからここで OK。 友達攻めればいいだけ。正解。うおぉ、すっげぇ。こいつすごくない。まずだって俺ですら知らなかったよ。すごい、この人すごいわ。はい、ということで次行きましょう。第3問。怖いこれ。今や、はい、韓国人だけでなく、はい、日本人が K-POP アイドルになることが多いですが、はい、日本人の女性で初めて K-POP アイドルとしてデビューした人は誰でしょう。
あー、まあ今となってはね、こう日本人も多いですよ。まあ私の好きな TWICE もももちゃん、さなちゃん、みなちゃんって日本人がいますけど、それの一番最初でしょ。え、むずくね。一番最初の人でしょ。むずくねって言いつつも、実はこれ俺知ってるんですよ。なぜなら俺その日本人女性で初めて K-POP アイドルになった人会ったことあります。実は会ったことあるんですよ。めちゃめちゃいいタイミングで問題出るじゃん。え、やば。はい、ということでね、もう答えも知っておりますよ。レナさんです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、 D-HOLIC っていうアイドルのねレナさんですよ。俺一回お会いしたことあるから。正解。おほら、やっぱってって。いやもうね、よかった、会ったことあったからさ。よかった、レナさん、カムさん無理だ。はい、ということで次第4問。はい、 K-POP アイドルがはいファンとの交流をするイベントのことを、はいはい、ファンミーティングと言います。あ、ファンミ、ファンミ言いますね。では、はい、ファンミーティングを、うん、ハングルで書きなさい。ハングルで書きなさい。あ、ちゃんと出るんだ。で、ファンミーティングでしょ。ファンはペンなの。ミーティングでしょ。ミーティングって絶対むずいよね。で、俺の手、まあ、これ3問目でしょ。あと2問でしょ。ボニョクってここじゃない？これ企画の流れできてるな。ボニョクここですね。ということでこちらですね、キーボード上でできるんですよ、翻訳っていうのがね。ファンミーティングって言ってみるよ。ここの下の方に翻訳ってあります。これを日本から韓国語で出た。これ日本から英語とか日本から中国語とかいろいろできるんですよ。でこれ日本から韓国語、ファンミーティング、これです。ということでファンミーティングはこうです。ファンミーティング。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。あ、正解。イエーイ。いや、すごいね。でもファンミーティングって打っただけでこうやって出るんだから。で、これさ、ペンミーティングで書いてるとポンと押すじゃん。そしたらファンミーティングがこれに変わんない。で、これちなみに翻訳の出し方なんですけど、ここの下のキノコマークみたいなねところを押して、リアルタイム翻訳機能っていうところをマークしておきます。ここを押せば、そしたらここの上の方にね翻訳っていうのが出ますから、ぜひとも皆さんこれ使ってみてください。はい、ということで、あれ次が最後です。最後。第5問。2017年7月、新たなブランドアイデンティティを公開し、グループ名は従来の意味を維持しつつも現実に安住することなく夢に向かって絶えず成長していく青春という意味を付け加えたことを発表したグループは、ちょっと待って、問題が難しすぎて話についていけてない。待って、2017年の7月になんかそのデビューはしてたけど、何、名前を変えたってこと？意味を付け加えたことを発表した。あ、名前は変えてないけど意味を付け加えたんだ。そうです。あ、そういうことね。のグループ、今に甘んじるなみたいな意味でしょ。でもどんどん突き進んで青春作っていこうぜって意味でしょ。そんなアイドルいる？待って、そんなアイドルいますか？でも大体のアイドルそんな感じだよね、逆に言えば。え、でもむずくねこれ。初めて聞いたよそんな。で、TWICE は絶対違いじゃん。これあと1個使ってないね俺。4択送ってください。まず1つ目、はい、アストロ。すごくないこれ。スタンプ長変換でしょ。アストロはデビュー2017年。2つ目、うん、はい、 B2B。 あー、 B2B 確かに。デビューはもっと前でしょ。で、デビューしてその後に変えた。だからアストロは多分違うんで、分からんけど。3つ目、はい、 BTS。 BTS ってちょっとリアルだな。確かに BTS は防弾少年団から BTS に変えてるでしょ。あ、これ BTS じゃない。あ、でも一応4択目も聞きましょう。4択目、はい、4つ目、はい、 JBCXO。 絶対違います。最近の話よ、絶対。高田健太君は絶対ちゃう。ということはこれ取れ高とかもいろいろ考えた上で、これは3枚目、 BTS です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。いや、長い長い、最後だからって長い長い。正解。よし。いやもう、え、そうなんだ、 BTS そんな意味があったんだ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。はい、ということで第1回 K-POP 王でした。いやでも本当に全部難しかったね。めちゃめちゃ難しいの作ってきたじゃん。だって罰ゲームを
ちゃんとさせたいじゃん。ということで、こちらね、もう好評でしたら、第2回もやりたいなって、ちょっと思いました、本当に。ということで、今回使用しました、しめじ。もう他にもね、いろんな機能あるんですよ。例えばですね、着せ替えとかね。まあ、でも、簡単にこの場でできちゃう。ほら、まあ、こうやっていろいろ変えれると。標準のね、いつも通りのやつとかもいろいろありますから。で、さらにこの着せ替え、自分の好きな画像とかもいけちゃうんですよ。なんで皆さんもね、こう自分の好きなアイドルであったり、カメラホルダーの中に入ってる写真とかを使って着せ替えとかもできますので、もう普段から使うこのキーボード、もうそれでモチベ上げていきましょうよ。他にもね、このスタンプ帳変換とかもめちゃめちゃ簡単なんですよ。例えば、こんにちは。そしたらここの上の方に人のマーク出てくるんで、こちらの方押しまして、そしたらほら、見て。めっちゃ変なの、いろいろあんの。めっちゃ可愛くない？動くやつとかさ。で、これコピーってするでしょ？で、こちら押して、ペーストって押したら、こうやって送れるんで、ポンって。すごくない？めちゃめちゃ簡単にスタンプ作れんの。で、こういう感じでいろいろとできますので、友達とのやりとりの時に使ってみてください。まあ、本当に普段からキーボードって使いますから、そんな毎日を楽しくしてくれるアプリ、ぜひとも下の概要欄の方にダウンロードリンクありますので、ぜひともダウンロードしてください。ということで、第2回 K-POP 王で会いましょう。今話題の男、ヒョク君。実は、プデューに出る前に2人は韓国で会っていた。昔からの友達であり推しでもあるヒョク君とマーキリーは二人きりのデート。次回、国民プロデューサー絶対嫉妬、推しピが出勤。